こんばんは。久々のロケです。今日ですね、ソムリエ的超有名レストランの楽しみ方、サイゼリアをご案内したいと思います。じゃあ行きましょう。22時までになってます。まずはこれですね。サイゼリアといったら 1.5 リットルのマグナムで始めたいと思います。で早速でかいのを開けました。これをまあもともと冷えてるんですけど、ちなみに赤も黄色も冷えてます。でそれを僕らの氷が違います。さらに均等にしてラップを持って、サイズのマグナムの楽しみ方。美味しい、フルーティーな、これだけを味わうと十分ですよ。ピコリーヌロマーノ、これがね、白ワインに抜群に合うんで、まあ、基本的にそのまま食べてもいいんですけど、調味料としてね、使えれば。では、じゃあ生ハムどうぞ。いい色だよね。いやー、いいっすね。本格的な味。いただきます。うん、この舌触りとかかなり本格的な香りいいよね。香りいいっすね。香りもいいし、舌触りもすごくいいし、油の塗り方とかも抜群にバランスがいいんで、めちゃくちゃうまいです。前菜のサラダです。いやもうめちゃくちゃまずいです。はい、これが塩と合うんですよね。あ、いただきます。どうすか。はい、あエコリーヌロマーノとオリーブオイル、はい、こんな感じの、あー、はい、黒胡椒、うん、流し込む。あー、いい。細かい話なんですけど、この付け合わせがですね、実はクレソンなんですよ。これもワインにめっちゃ合うんですよね。あ、もうちょっとハーブ感がすごい、うん、すごいハーブ感も出ててフレッシュな感じ、うん、あ、これはめっちゃ合う。合うでしょ。めちゃくちゃ合います。草で合わせるってすごいよね。ですね。これも結構フレッシュでハーブ感のあるカジュアルの白ワインなんで、これもすごく美味しいんで、あ、合いますね。でも続きまして、ね、ドテーブルムールガイです。あ、いいっすね。タレはあんまかけ軽く、あ、うん、このまま、余韻とかないんですよ。一気に冷やして流し込む。あ、サイズの楽しみ。いいっす。ほうれん草ソテーにこのペコリーノロマーノをかけました。はい、ではいただきます。これね、めちゃくちゃ甘いっすね。うまい。いやー、オイリーな感じとこのクリーミーな感じが合わさると、こんなにうまくなるかみたいな、うん、口の中でそれでも混ざり合ってますね。いただきます。これね、めっちゃ合いますね。合うでしょ。合う、うん、合わないわけない。ペコリーノロマーノ最強説ですか。最強、本当に白ワインと。でしかもこれ、やっぱりほうれん草っていうのがいいっすね。そうっすね。ほうれん草のこうちょっとしたハーブ的な感じ、うん、あのハーブ感とこの白ワインのハーブ感がめっちゃ合うし、このクリーミーなペコリーノとお白ワイン合いますね。はい、赤のマグナムでした。これも
キンキンに冷えてるんですよ、来た状態で。さらに氷ぶっ込んで、これがフルーツの最後の楽しみ方。キンキンに冷えてるからガブガブいっちゃうんですよ。はい、素晴らしいです。ペコリーノロマーノをちょっとつまめながら、めっちゃいいっすか。ラムの串が食べれるんだよ、すごく。はい、辛みのスパイスあるんですけど、じゃなくて、はい、ラムにラムのチーズをかけてラムラムにします。それでラム酒乾杯。なるほど、串焼きにチーズとかなかなかないですね。熱いでしょ、はい、この焼き具合も最高なんですよ。よく焼きです、うん、夜だから。ペコリーノね、さらに塩味が、ね、赤ワインと、はい、ナムナムで流し込みます。最高です。このスパイスもね、結構合うんで、うん、このスパイスもクミンがすごい効いてるんですよ。あ、はい、スパイスにも合います。違います。いやー、いいっすよね。これはね、超レベル高いですよ、うん、マジで。ぜひ、やってみてください。で、続きまして、辛味チキン。もともと辛味なんですけど、僕みたいに元カレー屋みたいな人、さらにこのスパイスを、これ結構まず本格的なスパイスなの。ガラムマサラみたいな、まさにインドに行った気分になるぐらいのスパイシーです。うまい。もうね、本格的なタンドリーチキン、はい、手具合はカリッとしてるんだけど、うん、はい、このスパイス入れることによってさらに本格的なタンドリーチキン。うーん、マグナムね、流し込みは流し込みます。最高。そして締めがミラノ風ドリアとミートソースのハンバーグステーキ。これで赤ワインと流し込みます。いや、もうじゃあ爆食いしていきますんで、ステーキ、あー、やわらかい。ミラノ風ドリア、いただきます。箸でいったね。何回食ってもうまい。ミラノ風ドリア、うまいっしょ。うまいっすね。もう、ね、全部の風味が入ってる。全部ね、トマトだから絶対合うから、うん、このトマトと赤ワインは絶対合うから。マジでマリアージュしてるんで、皆さん2人で、ね、飲むときはぜひナムナムでいっちゃってください。白と赤とでマグナムです。もうこれ本当にマグナム1個1000円で、しかも開けたらお持ち帰り OK、最高なんで、ぜひどうも皆さん一人でもマグナムでいっちゃいましょう。締めなんですけど、見てください。グラッパです。グラッパって言ったらね、イタリアの蒸留酒です。ブドウの蒸留酒です。で、これ僕知らなかったんですけど、最近メニューに追加された甘くてデザートワインっていうのがありました。あー、はい、このデザートワインのラコンブリッコが甘くしみずると、これちょっと僕も知らないので後で調べておきます。300円です。これを最後にグラッパで流し込んで終了。これはね、結構マジ美味しいんですよ、グラッパ。あ、こんな透明なの、うん、ブドウの風味がすごい不思議と、すごいですね。甘くしみずで
っちゃ色が濃いっすね。本当はね、これケーキとかと一緒に行きたいんですけど、今日は時間がないので、はい、ここで締めたいと思います。では皆さん、乾杯。グラッパどうだった？一気飲み。グラッパ決まりましたね。もう、つか気持ちいいっす今。